にちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオはダイガーでヤップユ、ダジャダルユ、みんなの日本語の中級の2番台湾バージョンのみんなの日本語です。で、中級の第9巻28番目のビデオです。3番読みましょう。ページは82ページね。もうこれ台湾バージョンを使っていますが、日本語でも英語バージョンでもどんなバージョンでも内容は同じですから、安心して一緒に勉強してください。ではね、皆さん頑張りましょう。82ページ。昨日ね、これ一回このイントロダクションとかな、一番初めのところ一緒にやりました。でこれからね、この後ろの部分をやりたいと思います。ではですね、まずね、ちょっと第1段落ね、 The firstパラグラフね、第一段落から一緒に読んでいきましょう。カラオケ。カラオケは今では柔道や津波と並ぶ世界共通語になっている。第二段落。1999年、アメリカの雑誌タイムが20世紀に一番影響を与えたアジアの20人を選んだ。その中にガンジー、インド人のね、そうね、弁護士のね、なんか白い服でこう眼鏡かけたおじいさんですね。ガンジー、毛沢東、黒澤明などの有名人と一緒に、井上大輔という日本人がいた。カラオケを作った人である。ここまでやりましたね。でね、次、第3段落いきます。ここからね、新しいとこ、今日これやりますね。井上さんは神戸で客が歌うのに合わせて演奏する仕事をしていた。井上さんの仕事はこう、ね、ギターね、ギターを弾いて、でお客さんに歌、自分は歌いません。でお客さんからお金をもらってそしてギターを弾いて、そしてその人が歌を歌う、お客さんが歌を歌うんですよね。なんか何でしょう、今だったらカラオケの機会があるからこんな仕事ほとんどないですよね。でも昔はよくあったそうです。皆さんよかったらお父さんお母さんに聞いてみてください。で、ね、続きです。ある日ですね、ある日、 One day でね、やおやや、ね、よい天ね、店の客の一人が、ここに書いてありますね、店の客の一人が社員旅行に行くので演奏テープに録音してほしいと言ってきた。このちょっと長いんですけど、すごく簡単です。ここがね、長い主語、サブジェクトね、主語ね。客の一人が、どうして主語、わーじゃなくてがーかわかりますか？主語の助詞は、わーとがーがありますね。こんな時には、これ、one of the customer だよね。one of the customer の用意がね、そうね、やおや、こうね、は、やんね。で、こんな時には、ノンスペシフィック、特定じゃない主語は、がを使ってください。ですから、a customer ね、one customer という時には、がになります。でも、ここで次にね、そのお客さんは、that customer、そのと来たら、そしたらそのお客さんは、になります。次ね、社員旅行に行くので、のでがあるから、これは理由ですよね。理由、まあちょっと無視してもいいかな、本当に、ね、そんなにメインポイントじゃない。でも、ちょっと気をつけて、ので、のでは理由ですよね。理由のので、の使い方、覚えていますか？ので、の前は何系？うん。わかった？そう、普通系です。これね、行きますのでは、敬語、リスペクトフォームになるから、よくないです。のでの前、普通形。でも、からだったら、if it's からね。社員旅行に行きますから。ね。で、次行きます。演奏を録音してほしい。これね。演奏を録音してほしいなんですけど、これは、自分が録音するときはね、自分が録音するときは録音したいですね。私はね、我自己想录音でね、I want to record it myself ね、録音したい。でも、録音してほしいは、これは井上さんにですよね。他の人に want other people to do だよね。ね、要求ね、これ想要其他人做だね。で、言う携帯案上、ご存知だよね。て欲しいです。自分が、例えば、私はお腹が空きました。ご飯が食べた
タイだよね。食べてほしいは I want other people eat for me ね。気をつけてね。食べたい、あ、違う、食べたいじゃないわ。あの録音してほしいと言ってきました。言いましたじゃなくて言ってきましたね。あの told me to me でね。to あの井上さんね。言ってきました。次行きましょう。音の高さや、これ高さ、高い、いい形容詞、高さは名詞、そうですね。音の高さや速さをその人、その人誰？誰？はい、そうです。お客さんですね。店のお客さん。その人に合わせてマッチングね。マッチして、こう合わせるってここ、マッチするね。そう、お客さんの高さとギターの高さね。これね。でね、合わせて、録音して、あげたら、はい、ここに書きました。録音してあげたらとても喜んでくれた。これね、前にあの初級1の教科書、多分第2かだったかな。ちょっと自信ない。あの例えば、窓がね汚いですね。窓が汚いから窓をあの掃除したら、きれいにしたら部屋がね、外の光が入ってね明るくなったとか、例えば、お酒を飲みますね。で眠い、お酒を飲んだら眠くなったとか、何かしたらその後ろにこう結果でね、結果、リザルトね、 do this and then have another result という時に、何々したら何々たっていうね、たらたっていうのを練習しましたね。あれです、次です。で次行きましょう。次の部分ね、それをヒントに、ここちょっと書きました。それをヒントに井上さんは演奏だけが入っている、あ、書かなかったけど、ているは状態だよね、ステータスね、入っているエイトジュークというあのなんかね、形ね、ジュークボックスみたいだからです。ジュークボックス、わかる？わからない人ちょっとググってください。古いもの、アメリカの文化だよね。私大好きなんですけど、バーにちょっとなんか古い感じのね、なんかのバーにあるんですけど、こうなんかプレイヤーがあって、ここの中に多分CD が入ってるのかな、あ、わからない、これで、それでお金を入れて曲を選んだら曲が流れるので、時々映画の中で出てきますね。でジューク、これは8ジュークっていうのは井上さんのカラオケマシンの名前です。8ジュークという機械を作り、1971年にレストランや喫茶店に貸し出す会社を始めた。カラオケの誕生である。ね、ここね、それって何ですか？それ。それはこの部分ね。お客さんに演奏、ギターの演奏を録音してあげたらすごく喜んでくれた。このことね、このことがそれです。それをヒント、ヒントってヒンツね、ヒンツね。ヒントになんかこう、なんかアニメーションとかここにティンってあるな、ティンって、あれがヒントだね。で、ヒントにこのにというのは、ちょっとね、にしてです。にして、まあ、make it a hint かな。have something as a hint、ね。ヒントにして、で、ここに8ジュークって名前が入ってるね。名前がありますから、エイトジュークという機械ですね。あのここでという機械を入れなかったら、それをヒントにエイトジュークを作りましたと言ったら、私たちはエイトジュークあまり有名じゃありませんから分かりません。なんのエイトジューク何、ね、でもここでエイトジュークという機械と言ったら、あ、マシンね、ジチジャオツオエイトジュークだよね。そうね、のA machine called、ね、named でもね、named 8 juke なので、私たちは、あ、8 juke は機械だ、カラオケの機械だと分かるからですね。有名じゃないものを話して会話の時に、会話の相手が知らないようなものの時には、というのを入れると親切です。例えば、これね、みんなは、みんなの、あ、皆さんね、あの、皆さんはみんなの日本語をよく知っているから、ね、私もよく知ってる。みんなの日本語みんな知ってる、あの、ショートフォーマルね、みんにちっていうね、みんにち。みんにちをみんなよく知ってるから、あの、もちろんね、例えば、あの、まさみ先生は、みんにちを使って日本語を教えているって言うけど、でも、日本語を勉強していない人、日本語の先生じゃない人と話しているときに、あ、今ね、みんにちの中級2ですって言ったら、みんにち？何？ってなります、ね。
そんな時には知らない人と話す時にはみんなの日本語という教科書を使っていますって言うといいですね、うん、例えばみんなね、どうやって日本語を勉強していますかと聞かれたら、あ、もしこの YouTube を言ってくれる時はね、あ、まさみ先生というでね、私はあの有名な先生じゃないから、さ、まさみ先生という日本語の先生、またはもっと言う、まさみ先生という香港に住んでいる日本語の先生と、ね、あの一緒に練習してますって言ったら、あのみんなは、ああそうなんだ、なんかイメージわかるよね、あ、まさみ先生って先生の名前なんだなってわかる、ね、では次行きましょう。次行きます。ところがですね、ところが、メイシアンダオというね、あの、想像もしなかった。ちょっとびっくり、事件、大変です。意外な結果があるとき、ところがですよね。ところが、井上さんは特許、ペイタントね、特許を取っておかなかった。これですね、ところが、特許を取っておかなかった。これもう一度言います。ところがは、想像と違う、思ったものと違う、意外のこと、unexpected ね、EY だね、はあ、びっくり、特許、特許ペイタントね、特許を取っておかなかった、これ、手置きます、何ですかこの文法、手置きます、そう、準備ですよね、取っておきませんでした、前もって、ね、teach him ね、あの、in advance です、so he didn't get the patent properly in advance before he sell it、ね、売る前にの意味ね、売る前に商品を紹介する前に特許を取らなければならないけど、井上さんは取りませんでした、うん、あの私ね、これね、井上さんに興味があるから調べたら、あのテレビのインタビューで井上さんは、あの周りの人がね、井上さんにね、いや井上さんね、特許を取ったらすごくたくさんお金がもらえるから絶対に特許取った方がいいよと言われたんですって。でも井上さんちょっと考えて、でも特許を取ったり、あの特許を取ったことでお金をたくさんね稼ぎたいから、あの、だから例えばそのエイトジュークとかカラオケの機械を高く売っても使う人が、高くなってしまうでしょ、なんかあの料金がね。でそしたらなんていうんですか、なんかたくさんの人が、特にお金がない、なんか暇でお金がない人がそれで遊ぶことができないから、のこう特許を取らないことにしたと、あの説明してました。それを聞いた時、私は井上さんっていい人だなって思いました。あの確かね、大阪の人だったと思います、書いてないね、確かに大阪の人だったと思います。いい人だよね井上さんね、うん、でそれでですね、次行きましょう。また他の会社との技術競争にも負けてしまったために会社は倒産した。もし特許を取っていれば、ここに書いてありますね、取っていれば大金持ちになっていたかもしれない。ここに新しい文法がありますが、まずはね、先にここね、あの負けますは誰々に負けるです。このもうは前にね、特許を取っておきませんでした、それにがね、 in addition、競争にも、also ね、競争にも負けてしまった。に負ける、に勝つ。にはね、対象だよね。同意上ね。同意しゃんだ、に、ね。で、てしまう。これはどんな文法でしたか？そう、てしまうは、てしまいます。残念、失敗。ここでは残念の意味ですよね。そう、ああ、残念。負けてしまいました。なんか負けましたは、負けました、so what? ね、負けました、問題ないね、と感じになります。だから、ああ、残念、負けてしまいました、という感じ。で、負けてしまったために、ために、これは目的じゃありません。これは、in way だよね、in way、あの、理由です。young why の方ね、young why because ね、負けてしまいましたからだね。で、倒産しました。倒産の理由、ためですね。次です。もし、だね。もしいれば、これセットだよね。もし特許を取っていれば、これね、取っていますは状態です。そうね、if he took patent ね、he took patent、大金持ち、ビリオンネアでね、たくさんお金がある、やおちんやんね、大金持ちになっていたかもしれない。何々れば、何々た、この何々れば何々た、新しい文法でした。これは、
あの実際にはそうじゃありません。実際には井上さんは特許を取っておきませんでしたから、大金持ちにはなりませんでしたが、 suppose ね、ね、 if he did it then he was billionaire maybe ね、大金持ちになっていました、なっていたも状態ね、でかもしれない、 maybe ね、maybe ね、すごく軽いですね、 20% くらいですかもしれないね。例えば明日雨が降るかもしれません、もう可能性は 20-30% だと思ってください。地震があるときは絶対にね、きっとでね、きっと大金持ちになっていたでしょうとか、例えばインゴイでね、シュピーだと大金持ちになっていた、わかる、はずですよね。だってはずですとかでしょうはとても強いです、地震があるとき。かもしれないは Maybe it is possible で、そんな可能性もあるよと言っています。次行きましょう。いいですね。5番、最後の段落、一番大事なところです。カラオケほど年齢、性別、地域に関係なく、に関係なく、大事だよね。Regard ですよね。だから什么什么没有关系ね、不考虑ね、楽しめる娯楽はない。何々ほど、何々はない。これね、ほどはない。ほどの意味、ほどってちょっとフォーマルですけど、くらいの意味だよね、about ね。で、なので、カラオケくらい、何々に関係なく、regardless of age, sex, something ね。で、カラオケほど楽しめる。楽しめる何ですか？楽、可能形です。楽しむことができる、ね、で楽しめる娯楽、娯楽、エンターテインメント、娯楽はありませんですね。ですからこの意味は、例えばさ、富士山ほど高い山はありません、日本でね。で富士山は一番高いですよね。でカラオケほど楽しめる娯楽はない、つまりカラオケはどうですか、うん、そう、一番楽しいという意味です。はい、いいです。では次に行きましょう。これ最後の1枚ね。あとちょっとです。頑張ってね。次行きましょう。あ、世界中の街で子供からお年寄りまで、お年寄り？どんな人？そう、おじいさんやおばあさんね。お年寄りまで家族や仲間とカラオケに合わせて楽しそうに、そうに歌っている。ね、楽しそう、何でしたっけ、そう、そう、そう、見えるだよね、 look happy ね、楽しそうに、あの楽しいは私が楽しい、今私は皆さんと日本語を勉強していて本当楽しいです。実は日本語の先生 の仕事って楽しいのね。でも楽しそうっていうのは look、 まさみ先生 look enjoying happy ね、あ、まさみ先生は楽しそうです、ね、私よく言われます、あの授業中、あの私が楽しいから、え、先生なんか授業の時楽しそうですねってよく言われます。うん、実際楽しいです。で楽しそう、あ、この2はね、副詞だからです。アドバーね、楽しい、楽しそうです、楽しそうなっていうね、楽しそうな先生とかね。でもあの楽しそうに歌うからです。で歌っている、テイルは状態です。一回歌うんじゃないね、 not just singing one time、 一回歌うんじゃなくて、あのいつもいつも歌ってるでしょみんなね、なんか repeated、 何回も歌っていつもある状態とか習慣だから、習慣、習慣ね、雑慣ね、なので歌っているがいいです。次いきます。ダイエットのためにカラオケをする人もいる。あ、ここに書いてありますね。これね、ダイエットのために、これは目的、さっきは理由でしたよね、今度はね、目的です。ウェイラーでね、ウェイラー、ワイジョーね、ダイエットのためにのカラオケをする人もいる。これって人もいるね、ガムヨンゲヤントーヤオでね、じゃあヤンダレンイエヨ like people like this ね、 people like this also exist です。So like、あの英語では、まあ、some people sing karaoke for diet。 あ、でカラオケ動詞は、ね、するがいいです。カラオケを歌いますはダメです、ちょっと変、カラオケをします、カラオケに行きますと言ってください、ね、
で、あの、ヨシエレンね、ダウェイラジェンフェイ、ね、チャンクですね、チャンカラオケです。次行きましょう。アメリカでは心の病気を治すのにも使われているですね。これね、病気を治すののは名詞形ね。治すことですよね。治すのにには目的のにです。で、使われている。なので、also used、ね。で、ているは状態ね。It is used to だ、ね、or for curing diseases, mental diseases ね。次です。あと少し。今カラオケは単なる機会ではなく、日本が世界に誇る文化なのである。これね、単なるは just merely、 merely ね、 merely just machine じゃない、ね、not only ね、 not only just a machine but also ね、日本が世界に誇る、ね、Japan proud ね、の文化なのである。で、なのであるの no はNO だね。NO ね。NO でしょ。で、O をキャンセルした。うんになるね。うんはね、昔、あの初級の26課でやりました。うんです。この、であるはですと同じでも説明文だよね。explanation ね。説明の時、であるを使います。教科書や新聞などでよく使います、ね。で、なので、文化なんです。文化なんです。で、どんな文化ですか？日本が世界に誇る。Japan, まあ、proud, to the world ですね。うん、まあ、この意味は日本が本当に proud of カラオケという意味じゃなくて、日本の素晴らしい、日本を代表するような文化の一つですよと言っています。そうですね。どうでしたか？ここまで。もうね、結構20分経ったからね、今日はもうおしゃべりとかもしないで、ここまでで終わりますが、皆さん、もしこの授業がね、皆さんの勉強の役に立ったと思ったら、面白かったと思ったら、like してくれるととっても嬉しいです。で、初めてこのビデオを見てくれた人ね、私は、今、日本にいるんですけど、ちょうどね、今ね、一時帰国していますが、普段は、香港で、フリーランスで日本語を教えている先生です。日本語教師です。日系企業やホテルとか、あと前はね、香港大学でも教えていました。で、皆さんにね、一緒にね、日本語の勉強をしていくのをね、すごく楽しみにしています。で、よかったら毎日ビデオ一つアップロードしています。で、サブスクライブしてくれたら、前のね、ビデオだいたい800ぐらい毎日一つアップロードして、初級のあいうえおから、初級で中級、今ね、このビデオ撮ってます。で、これからもね、ずっと中級の9課の次は10課、11課、12課って撮っていくので、これからぜひ一緒に日本語勉強しましょう。じゃあ、ここまで見てくれてどうもありがとうございました。また明日ね。バイバイ。バイ。